睡眠不足は仮眠で補えるのか。精神科医カバサー症のカバチャンネル、今日は質問いただきました。アラボンブさん、睡眠が7時間以上ですが6時間で昼に仮眠30分という説も OK ですか。似たような質問を他の方からねたくさんいただいてるんですけど、だいたい睡眠時間が足りないという場合、昼の仮眠ですね、昼の仮眠30分ぐらいがいいよっていうのは私の過去の動画でも言ってますし、他の本にも書かれてると思うんですけども、それによって睡眠不足を補うことができるのかと。例えば私の場合7時間以上寝ましょうと言ってるので、今日の質問の方は6時間睡眠プラス30分の仮眠だとどうなんでしょうかねというね質問だと思うのです。結論から言いますと、7時間以上の睡眠をとるというのがベストですね。とはいえ皆さん忙しいので7時間の睡眠はとれないといった場合、じゃあ6時間しかとれない場合、昼に30分を仮眠をとるというのはとてもいいことですね。だけどそれはベストではないと思いますけどね。仮眠に関しては、仮眠をとることによって午前中の疲れが取れたり、午後からも集中力を高めてバリバリ仕事ができるという疲労回復効果が非常にありますのでおすすめです。なので昼にもしお仕事の合間とか昼休みとかの 2,30 分の仮眠が取れるのであれば、仮眠を取るというのはとてもいい習慣だと思いますね。ただそれによって睡眠不足を補うことができるのかというと、補うとまではいかないと思いますね。多少の足しにはなる可能性があります。基本はやっぱり連続して7時間ぐらいの睡眠を取るというのが望ましいと思いますね。なぜかというと、仮眠というのは深い睡眠までいかないんですよね、基本ね。だから深い睡眠まで1回入っちゃうとすぐ起きれなくなっちゃいますから、仮眠の時でパッと目覚めるでしょ、すぐね。だから仮眠というのはすごく深い睡眠まで行っていないので、夜の睡眠とまた意味が違ってくるんですね。深い睡眠までいかないということになると、例えば成長ホルモンというのは深い睡眠までいかないと出ないですし、記憶を整理したりする効果というのもある程度深い睡眠までいかないと出ませんから、仮眠というのはそういう夜の睡眠とはまた違う意味での体の疲労やちょっとした休憩の効果という形になりますので、別物ということですね。逆に言うと別物なんだけども、別ないい意味での効果もあると。ちょっと体を休めたり、ちょっと脳を休憩させる効果がありますからね。ということで、仮眠というのは夜の睡眠不足を補うことはできませんけども、健康的に見て非常にいい習慣でありますので取り入れてくださいというのがね結論となりますので、できるだけ7時間睡眠をとって、さらにもし昼にちょっと疲れた時とかは仮眠をとるというのがいいんじゃないかなと思いますよ。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。